はい、それでは今日の問題を解いていきたいと思います。今日の問題はラサール中の入試問題です。中学受験の問題ですね。今日はとても人気のある工夫して計算のシリーズと一次方程式を組み合わせたような問題になっています。この問題は式の中に小数と分数が混ざっているのがポイントです。それでは早速解いていきたいと思います。まず少し式を整理したいと思います。四角を X に書き換えてもいいんですけど、今回はなんとなく四角のままにしてみました。最初の問題文の式を少し変形してあげるとこんな式になることがわかります。単純ですね。少し、右辺と左辺を入れ替えてあげるだけです。でこの右辺の部分の、いわゆる定数の部分ですけれども、計算をしてあげると、こんな風になっていて、分子の、1の位、3の数字が消えていくので、なんとなくすっきりした形になっていきます。次に、左辺を割り算している非常に大きな140分の169という分数があるんですけれども、これを、右辺にかけてあげることで、消していきます。そうすると26分の70と140分の169ということで、70と140という大きな数字が一気に通分されて2分の1になっていきます。169という数字も 13×13 ですので、26と169はそれぞれ13で、約分ができて4分の13という形になっていきます。左辺が全部小数で、係数とかが作られていますので、右辺の数字4分の13をあえて 3.25 という小数にしてみたいと思います。こうすることによってかえって計算が簡単になります。 3.25+31.4 ということであれば、比較的簡単に暗算で答えを出すことができると思います。これをちょっと分数に直すと非常に複雑になりそうなので、あえて小数のまま計算してみました。 34.65 ですね。右辺も左辺も小数点第2位までの小数なので、分数で、簡単に表してあげることができます。945分の3465、これ非常に大きな数字なのでどうかなと思いますけど、一桁目がどちらも5なので、まず5で割ることができます。分母が189、分子が693になります。これもまた結構大きな数字なんですけど、見ればわかると思うんですけれども、これ3の倍数です。でもっと言うと9の倍数になっているので、9で割ってあげます。そうすると21分の77、もう一回割れますね。分母も分子も7で割れます。そうすると答えは3分の11という形になります。小学生ですので3分の11という答えよりも、もしかしたら3と3分の2という答えの方が適切かもしれません。
いつもは、小数を分数にすることで簡単に計算をするという問題を取り扱っていることが多いんですけれども、今日は逆で分数を小数にすることで計算が簡単になるという問題を取り扱ってみました。いかがでしょうか。また次の問題もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。